はい、半魔家の本家の本物貴族の半魔王先生です。皆様方がね、大変知らないことね、大事なことをお教えします。金持ちっていうのはね、金持ちになる。私本物貴族なんで、たくさん経験があるんですけど、金持ちになる過程とかですね、金持ち、本当の金持ちはね、その維持するためにしょっちゅう死人が出ます。で、盗みに来る人がたくさん来るわけですね、人間たちがね。だから、しょっちゅう死者が出ます。ね。で、これがない人の金持ちっていうのは全部偽物でね、みんながお金をあげたりしてるシード者なんですね。しょっちゅうっていうか、しょっちゅうっていうわけではないですけども、死人が出るんですよ。財産を守るためにね。で、必ず攻めてきますし、もう常時攻めてきます、人間たちが。工作して。本物の金持ちにはね。で、それをよく知っていただきたい。で、自分の財産守るために死人が出ない人は、ね、保安で死人が出ない人はね、嘘です。全部作り物です。みんながお金出して作ってる人とかね。で、YouTuber でも2億円とか稼いでるのも、本当に稼いでるじゃないから、ね、本当に稼ぐ、私の場合だったら本当に稼ぐ YouTuber で2億円とかね、稼いだら死人出ますね、それだけでも、年収ね。というのは、YouTuber で出てる人、これはまだ八百長なわけです。保護もしてる、あげてるわけです。お金を、アクセス料を多くしてる以外に、保護してるんですね。だから、八百長だから、ね、億万長者に、本当の億万長者には、ね、私なんかもしょっちゅう死人が出て、しょっちゅうというか死人が出ます。ね、財産をね、盗もうとする人たちが必ずいるわけです、人間たちにね。で、そういうのがないというのは、作り事の人たちなんですね。これ、全然違いますから、ほとんどいないんじゃないですか？私の周りで本当の億万長者って、YouTuber でも2億円稼げてる人だって、これも全部作り事だから、みんなが出してて保護までしてるわけですね。しょっちゅうというわけじゃないけども、死人が出ます。ね。で、これ出てない人はもう完全に八百長ですね。ね。自分の身の回りに死人が出ます。ということですね。本当の億万長者っていうのは、そういう仕事がしょっちゅうありまして、悪いことしてるわけじゃなくて、盗みに来る人が必ず来るわけですよ。ね。で、それを保安を毎日、毎日毎日、授業してないといけないわけですね。仕事中にね。24時間ね。ということですね。だから、いかに作り事の億万長者が多いということですね、世の中にね。ね。しょっちゅう死人が出てるような金持ちってないでしょ、全部。見たことないですよ、私。ね。みんな八百長なんですね。もう100%八百長。ということをね、ぜひ、みんな、そんなに怖いんだったら、お金稼げないですから、だから、八百長でね、ね、作り事でみんななってるんですね。宝くじみたいに。代表にしてね。通常の億万長者はね。みんなね。私の場合はもう、本当の億万長者。貴族であるからね。じいさんも億万長者でしたからね。ただ、じいさんの場合は、もう出ましたな。やっぱ、半分はシードぐらいあったかもしれない。隠れやってましたけどね。半分はあったですね。ね。ということですね。他の人も半分は八百長じゃなくてっていうのはあるかもしれませんね。だから本当の億万長者というのは、なる過程でもなっても、
死人が出ます。保安で守るために、死ぬ人が出てきます。だからそれをよく注意してください。本物の億万長者かということですね。ね、私の場合は本物です。そういう違いがあります。